はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵は連携オアドレアムということで、今回はね、視聴者さんからちょっと送られてきたデッキをちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、ちょっとだけ改良したんだけど、まあ、連携とドレアムってことで、まあ、イレブンを使うかドレアムを使うかを相手によって変えていくデッキとなっております。まあ基本的にはアグロ相手だったらドレアムで、まあ、相手が遅いデッキだったらイレブンって感じなんですが、まあ、基本ドレアムって感じですね。まあ、イレブンの場合に関してはとりあえず連携カードたくさん入ってるんで、まあ、ここら辺、まあ、例えばグラコスだったりとかセレンとかが引けたらかなり強いですし、まあ、あと一応この、死の礼拝堂とか、小悪魔への呼びかけでタコツボ小僧が出せるんで、そことセレンを組み合わせても結構強いと、まあ、あとはグラコスとかも安定で強いんで、まあ、ここら辺で一気に早期決戦を決めていくと。で、まあ、ダークドレアムに関しては適当にはスライム系だったりとか、まあ、物質系だったりここら辺のユニットを出しまくってコスト下げて使っていくみたいな感じとなっております。まあ、ドレアムに関してはね、もうどのデッキに対しても基本的に強く立ち回れるんで、まあ、特にねアグロ、まあ、例えばスラカミとかそこら辺相手だと、まあ、レベル2の効果とかで一掃できるんで結構強く立ち回ることができるといった感じとなっております。で、まあ、比較的やっぱりね、悪魔系がタコツボ小僧とかでいっぱい出てくるんで、まあ、このデーモンキングを使うことによって、まあ、先制ダメージとか与えられても結構強いということで、まあ、3枚ドローもあるんで、まあ、これ使えたら結構強いんじゃないかなと思います。まあ、これに関してはドレアムの時でもイレブンの時でもどっちにしろ、使えるので、まあ、結構使い勝手はいいカードとなっております。で、ダークドレアムを使う際は一応あのイレブンと違って連携を使う際にテンション貯めてないといけないんですが、まあ、ダークドレアム自体がそもそもレベル3の効果が必殺技なんで、まあ、テンション保持して奥に越したことはないと思うので、まあテンションが必要っていうのはそこまでデメリットはならないということで、まあ、そこそこやっぱ使いやすいデッキとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう。先行、そしてカードは適当に返してください。ということで、まずは1試合目はイレブンバージョンということで、今回ダークドレアムは使わずに、まあ、ダークドレアム使わないというよりも、まあ、序盤の方は使わないんだけど、まあ、後半の方になって、まあ、8ターン目くらいになっても決着がつかなかった場合とかはダークドレアムに変えちゃうっていうこともありなので、まあ、一応ダークドレアムは手札に残しておくんですが、さあ、まずはここでイレブンレベル1の効果を使っていくと、まあ、今回ちょっと2試合やる関係上ね、ちょっと早送りにしているんですが、まあ、とりあえず、この試合やることといえば、とにかく、まあ、イレブンを使うということなので、まあ、連携カードを使いまくって、もうアグロ的な感じなんだから、もうめちゃめちゃ攻撃をしまくると、守りよりも攻撃に転じる感じなので、まあ、とりあえずもうユニットをバンバン展開していって、で、まあ、グラコスとかセレンとか使って、まあ、盤面展開とかダメージとか与えていければかなり強いので、まあ、そこをね、目的というか目標としてやっていこうと思うんですが、さあ、4ターン目なので、もうここはグラコス出しちゃってもいいかな。さあ一心同体を使ってここはグラコスを召喚、これによって3点ダメージを与えつつ盤面展開さらに回復もできるってことで、まさにもう最高の状況。さあこれで3点ダメージも与えることができると、グレンと同じダメージと考えてもめちゃめちゃ強い。そして地獄さんが出てきましたが、ここはもうセレン使っちゃってもいいんじゃないかな。お相手はこれ除去はしきれないので、ここでセレン出せれば魚が、グラコス含めて4体なれるのでかなり強いと。さあここでまずはおそらくセレン使うんじゃないかな。うん、そうだね。さあセレンを使って希望の炎を灯します。さあこれでまずは全員速攻持ちつつ魚になれるようになったと。これによって、やられたとしてもここで魚になることができるので2点ダメージを与えることもできると。これがマジで強い。さあ2点ダメージからのグラコスの3点ダメージ強すぎる。特に4ターン目5ターン目にねグラコスとセレンが使えたらマジで強いんだけど、ここでグラコスに当たるのはね正直運なさすぎ。さてことでグラコスが、やられちゃったことによってグラコスの3点ダメージが与えにくくなっちゃったんですが、なんかまだなんか言ってんなダークドレアムが。さてことで、とりあえず魚が3体残ったんで6点分ダメージがあると考えたら、まあ、そこまで悪くないと。そして今一応イレブンを3回使っちゃったんでダークドレアムに交換しておきましょう。まあ、ダークドレアムはね別にそこまで必須で交換しなきゃいけないわけじゃないんだけど、まあ一応あれだからイレブンもレベル3の効果があるんで、まあ、別に交換しなくてもいいんだけど、今に関してはもうすぐリーサルあったんで、まあ、もう早めの段階ダークドレアムに変えちゃってカード引いた方が強いなって思ったんで今回は交換しました。ってことでお相手レベル1の効果を使ったのでまだ除去することはできない。そしてゴールドタヌとか出してますが、これはもう時間の問題でしょ勝つのも。さてことでマーギールさんが出てきましたが、 OK 対戦ありがとうございました。これがまずはイレブンの戦い方。
ヨッシーやってこう先行、そしてカードは適当に返してくださいということで、今回はダークドレアム軸でやっていくんですが、今回ちょっとイレブンは交換しておきました。まあゼシカの場合はだいたいダークドレアムが刺さるんでダークドレアムにしたんですが、ただね、相手さっきのククールみたいな感じで相手がそうどういう出来かあんまり見当つかない場合に関してはイレブン保持しておいて、まあどっちになれるようにもなっておく方がベストだと思うんですが、今回に関してはね、まあダークドレアムやっぱイレブン持ってると邪魔なんで、一生結局使うことなく終わっちゃうんで、ってなってくるとできれば交換したいので、まあ、今回みたいなね、もうなんていうの、ダークドレアムがぶっ刺せることが確定しているリーダーだった場合はダークドレアムにしておいた方が、まあ、無難かなといった感じですが、そうやってメタルトリフからの HP アップによってこれは取りにくくなっちゃったんでめんどくさいね。ってことでダークドレアムが1コスになったんで、そろそろ出してもいいんじゃないかな。さあここでダークドレアム出していく。さあこれで守りの構えで2枚ドローからのトンネラを使っていく。まあ今ね、テンションがスーパーハイテンション状態なんで、連携の効果も使えるようになっているんですが、まあね、デッキ紹介の時言ったと思うんですが、まあ基本的にレベル3の効果が必殺技なんで、まあテンションを保持しておくことはもうほぼほぼ確定となっていくので、まあ連携はそこまでデメリットはないと。まあただね、唯一なんていうんだろうな、神風とかを持っている場合とかだったら応援があるんで、まあ、別に使っちゃってもいいっちゃいいんだけど、ムーニューメズ、そしてグラコスはまだ使わない感じかな。さてことでまずはマッシュスライムを除去しつつ盤面を展開していく。さあここで必中モードにしつつさらに、チェリースライムを出すと。いや必中モードで思い出したけどさ、今回占い師超必中ないんだよね。これちょっとめんどくさいよね。まあ一応あれはあるんだけどね、連携で1回だけ超必中モードになるっていうユニットはいるんだけど、超必中モードってものはないんで、ちょっとね占い師弱体化があれだなって思ったんですが、さあマーマンダインじゃなくてマーマンか、マーマンを出して、1点ダメージ与えつつさらにグラコスを出したことによって回復、さらに3点ダメージ強すぎぶっ壊れ。まあ今一応ね連携カードもないし、一応モーモン出せばテンションも上がるんで、まあテンションスキル使っちゃってもいいかなって思って使ったんですが、さあここでまずはブチスライムが3体出していく。これがめんどくさいわけよ。からのスラストライマイクで除去られてしまったことによってあれなんですが、ただ今僕にはねダークドレアムがあるんで、新婚さんいらっしゃいをしておりますが、全体、2点ダメージでとりあえずはスライム全て除去ることができると。これ強いね。やっぱねスラゼシ相手だとダークドレアムがめちゃめちゃ刺さるんで、ダークドレアム軸じゃないとやっぱね厳しいね。多分イレブンだったら勝てなかったと思うけど、サーバーで足取りで2点ダメージを与えてエンドを守ると。ただこれちょっとプレミだね。今先に死の礼拝と出してたんで、暴れ足取り出してタコツボ小僧を出して、ボックススライム除去ってから、もう一体のユニットを出しておければ一応なんていうの、ボックススライムをやられた状態でいけたんで、今だったらだから、今のなんだっけあいつ、暴れ足取りがやられずに済んだんだけどやられちゃいましたと。ただここでまずはタコツボ小僧を出していて、とりあえず、プチメタルとスライムを除去っていく感じかな。からのさらにタコツボ、あこれ全熟だね、全除去していきますと。 OK、 これは強い。でここはかくれんぼを出す感じか。で次のターンダークドレアも出せたらいいけど、これは出せないね。ってことで大相手ここでまたモンスターとの絆を使っておりますが、これは何来るかな。ロッコスか、ベホイミスライムとテンションアップからのグレンデ除去、まあいいでしょう。からのコインで回復、あーめんどくさいな。からのチェリーとツムリンママか、まあ暴れ足取りで取りたいけどデスプリーストは悪くない。ってことでまずは、2点ダメージを持ちつつさらにタコツボ小僧を出していくと。でからの神風か、悪くないね。でからのさらにタコツボ小僧復活で、テンションスキルも使っちゃうか。まあ、神風で応援があるんで使ってもいいと判断したんだね。さてここで3点ダメージからのタコツボ小僧をでもう1回神風使えば、ツムリンママも除去れるんで問題なしと。でテンションアップでまたテンションが、スーパーハイテンションになって2点と2点でエンドを守る。 OK、 これでお相手ブチキングか、邪魔だな。これスラフォースあったらねかなり厳しいんだけど、ただ今盤面的にはまだ HP 的に倒しきることができないので、これはダークドレアム出さざるを得ないかな。ベビーサタン出して、まあ、これは相手がスラフォース持ってないのにかけてダークドレアム出すしかないと。
よかろう。さあこれでダークドレムがブチキングを倒しちゃうんで、ちょっとなんかまだ言ってるのは絶望するらしいですけど、これでねブチキングを倒したことによってブチスライムがめっちゃ出ちゃうんで、スラフォースがあったら60点じゃない、なんだっけ、30点ダメージがあったんでかなり厳しかったんですが、一応今回スラフォースがなかったようなのでギリギリ耐えることができたと。逆に相手から見たら、ダークドレアも倒さないともうリーサルなんで取らざるを得ないけど、これは勝ったかな。多分ブチスライムが、スライム2体今ね真ん中にいるんで、タコツボ小僧とかくれんぼで当たれば一応、いやまだリーサルはないけど、ただ相手目線そんなに OK。 対戦ありがとうございました。なんとかギリギリ勝つことはできた。